今日はゲストに作家の雨宮佳林さんをお呼びしました。この派遣労働だとかその若者の格差社会について詳しい雨宮さんに話を伺っていきたいと思います。主にその非正規であったり特にその日雇い派遣ですか、こう非常にこうひどい状況に置かれている若者が、それはまさにでも社会に出た時からそんな状況ですからね、こう世の中がこうなんだなんて言葉で十分考えられないっていうところがあると思うんですけれども、どうしてもこう自己責任という時代で自分が悪いと、自分に才能がないからだ、努力が足りないから自分が悪いんだということで自分を責めてしまって、ますますこう精神的に追い込まれるというふうによく聞くんですけど、その辺どうでしょう。やっぱりそのみんな自分を責めているっていうのは本当に共通していて、ある程度その行動に理解がある人でもなんか自己責任ではないと言ってしまうと自分のプライドが崩れるみたいな、好きでやってる、望んでやったんだってある意味思っていないと持たないっていうところもあるので、そういうところでこうニーズが一致してしまうというか、自己責任と言いやすい土台が本人も言ってしまうし、世の中からも言われるし、で本人もいや自分は選んだんだと言ってしまうので、ほらやっぱり自己責任じゃないかというような、そういういろんな複雑な形で絡み合っていて、すごく難しい問題でした。本人のちょっとプライド問題に関わるところでも、要はそのハードルを自分が乗り越えるつもりだったけどダメだったっていうんではなくて、そうですね、自ら積極的にこういう立場を望んでるんだっていうふうに考えて納得するということ、社会のせいにするっていうこと自体がすごく抵抗があるみたいですね。そうした途端に弱者になってしまうというような、そこがすごく難しいところで、でまあある意味自分を責めていた方がこうまだ楽というか、そういうところもあるみたいですね。やっぱりプライドを保つということですか。そうですね。であと社会のせいにしてしまうと何かしなくちゃいけないんじゃないかというか、本当に大きな話でこの構造を変えるのってやっぱ絶望的に難しいことですよね。そこである意味自己責任ということで、社会も当事者も思考停止するっていう部分がすごくありますね。そこでこう一致してしまうわけですか、ね、利害がね、結構ね構造的な問題もね背後にあって、やっぱり社会学の調査なんですけどね、どうしてフリーターになったのかっていういきさつで言うと、やっぱり正社員は自由が引かないから嫌だっていうことで、自分で選んでフリーターになったってやつが多いんですね。で最初の約2年間ぐらいは多くの人がですね、例えばダンサーになるとかなんとかになるとかっていう夢を持ってやってるんですが、そのうちその夢が非現実的だっていうふうに分かる頃には、そのフリーターから抜けることができなくなっていて、実際それ以降経済状況厳しくなるんで、フリーアルバイターだったらまだ良かったんだけども、派遣社員になり、最後は日雇い派遣まで含めたですね、劣悪な状況に陥っていく。そうするとこれ皮肉ですよね。最初正社員にならない選択をするところは、そこは自己決定と言えるけど、そこから後の展開は完全に追い詰められる、追い込まれていったものなんですよね。なので、本人が最初は自己選択だったっていう部分にすがって、望んでやってるんだっていうふうに思うのは理解できないことでもないし、アイザイア・バーリンというですね、政治哲学者が積極的自由っていう概念をね批判してるんですよ。どういうことかっていうと、自分で望んでやってるんだっていうタイプの自由概念はいつも罠があると、亜級聖伝のね精神的勝利法と近いと、追い込まれているのにでもそれは自分で選んだんだっていうと自尊心を保てるでしょ、あるいは追い込まれた人間の最後の要素が自尊心ですから、あえてもう喜んでそういう図式を引き受けてしまうって、これは旗から見れば明らかに矛盾しているし、追い込まれているのにそれを自分で正当化しているのは痛々しい。だから積極的自由、自分で望んでやってるんだっていう考え方はいつも括弧に入れて話半分で考えましょうっていうこと言ってるんですね。今の話聞いてて思うのは、